A クラス全敗。ひでえなセリーグどこも優勝できないんじゃね。ほなヤクルト優勝でええか。まず中日を抜くことから始めましょう。混沌としてきたなセリーグ。阪神が5勝1敗で一気に詰めてきたな。縮まる世界。コンスやな。森下が地味に息と打点2つ差まで縮めてる。意地岡本やろ、簡単には抜けんな。簡単に抜けるぞ。得点圏に進んだら岡本打たんから大丈夫やで。多分をハムと日本シリーズしても4連敗しそうやん。世界圧縮かよ。若手が必死こいて何とかしようとしても阪神ファンのキャップが4番に居座って阪神優勝全力サポートしてる限り優勝なんかできませんわ。今日の勝利で借金が19に減ったわ。チーム OPS 巨人、649広島、606阪神、637横浜、689中日、611ヤク、645前半より爆上げやね。今日巨人が勝ってたら完全に抜け出せたのにな。今日は A クラスが全滅で B クラス全部勝利かよ。横浜の一人勝ちやんけ。浅野はしばらく外されそう。浅野よりもっと外すべき人がいるんですが。浅野は至急選べないから打てないとすぐ率下がる。横浜さん、ヤクルトさん、本当にありがとうございます。助かりました。伝説の宇野ヘディング事件を再現したサトテルさん。なおパリーグはタイトルをハム近藤と西武山川が独占しとる模様。メンデスがシンプルにひどすぎた。ただそれだけ。岡本ついに現地ファンにブーイングされたらしい。残党。むしろ遅すぎるくらい。巨人がメンデスとかナメプしてくれたの助かる。多分初めから赤星だったら負けてた。メンデス、やれ、不純、はい、玉村、はい、柳、メンデスや名や。ごめんです。今年のセリーグで地味に衝撃的なこと。本塁打数より犠打数の方がはるかに多い。岡本、村上、牧、サトテル、打ってるのにちょっと打たないと倍文句言われる四天王。村上は率低すぎるけど。最後の人が文句言われる一番の理由は打撃ちゃうからね。ここに来て横浜が上がったらくっそ面白いんやがな。 4.5 差なら3勝2敗続ければなんとかなるのでは。番長は何か兵糧手の中5解禁とか明言してないんかね。すでに東の中5やってる。この時期で1、4位まで 4.5G 差は激アツすな。パリーグは1位と2位で 8G あるというのに。それでも一時期に比べりゃだいぶ縮まったなパリーグ。まあ火曜日からの阪神戦次第やわ。ここで負け越したりしたらだいぶきつい。